わしはほんまにお前ら取れ思うたもん。めちゃくちゃ嬉しいっすよ。じゃあ乾杯。舐めるなよ俺を。立ちでやってみよう。いや、そういうタイプ。ごっついアドリブ入れてるよ。でもそれをすなって言ってる。全てをなんか誘導されたぞ。果たされ、合わされ、回され、終わらされ。どうもお願いします。どうも千鳥の部です。久保田です。いやお願いします。いやいやいや、ね、言ってますけどもね、うん、石焼き芋が好きでね。そう、うん、で嘘はおかしいよ、うん、それ。お前はどうなの。いや俺はあんま好きじゃない。なんでよ。好き好きって言うけど、自分好きって言ってもみんな嫌いな人もおるから、もうその自分が好きだから全員好きみたいな考えやめた方がいいよ。うん、それあがその嫌いだ。ノリ悪いな。何やねんこいつ、うん、いやいや石焼きもなんかあんの。そのトラウマがあって。トラウマ、うん、何をトラウマって。いや昔ちょっとあの芋食べ過ぎてちょっとやばい出るなみたいな時あるやん。いやまあそれは仕方ないや、うん、そんぐらいあるやんかお前。それちょっとふっと出てもってんけど、あまりにも強すぎて、うん、家族が全部飛んでいって。何やそれ、すごい威力やな。母親と兄弟家族全員飛んでいったの。飛んでいってもって。もう家は家だけ残ってんね。家は残る。どういう状況。その威力は人にしか通用しない、まあ、すごい能力。そうやね、何やねんそれは。あんまり嫌だな。それはいいやん、うん、で石焼き芋っていいのが、うん、あの歌ね。歌、移動販売の時の石焼き芋お芋って。 あるある、まあ、走りながらねこう聞こえてくるわ、うんうん、そんな中でね、うん、もう長いこと間を開ける人が多い。何や間を開けるで。そんなのないよ。いやあるよあるよ。意味が分からん。石焼き芋、うん、お芋。いやおらんやろ気持ち悪いな。すごい突っ込むな。気持ち悪い。おらんやろそんなやつ。おんのか。証明できるのか。いや証明とかおるやん。証拠証明出せるのか。自分が嘘ついてたらどうなるか分かる。怖い怖いな。臭いな。何でどこが。耳か。耳か。口。鼻や本当は。わけのわからんことを言うな。おるやろこんぐらい間を開ける人っていうのは。お前はそんなんで走られてたらもう我慢できへん。そんな間開けられて言ってたら俺もし部屋おったらもう我慢できない。先にもう窓開けて言うわ、うん、おいもーって。怖いやろそれ言うてまうわ俺。なんでそのおいもーってでかい声で言うねん。我慢できない。そのまま、いや気持ちいい。これ言ったらストレス発散になるからちょっと言ってみ。ストレス発散なんの。石焼き芋おいもって。これ石焼き芋お芋、うん、あいいやいいや。そうそう、あちあちの、あちあちじゃない、熱々やから。あちあちの熱々。そうそう、芋で焼いた。芋で焼いたらダメやろ、うん、そう芋が並んでるだけやろ、うん、3つか4つ。あ石で焼く。ああ石で焼いた、うん、温かなる石で焼いた。温かなるとか怖いやろ、うん、なんか昔のすごい石みたいになる。温かなる石って。石で焼いた。石で焼いた。そうそうそう。石で焼いた。あとその次は紙に包むねん。紙包みは。紙包みじゃない。なんで紙で包む。芋を紙で包む。紙を芋で包む。芋紙。芋紙じゃない。芋紙じゃない、うん、世界観の癖すごいなお前。芋紙様は何や。芋紙様って何や。芋紙様って何が。うるさいな。何やねん。どけ一人でやるから。何やこれ。俺が一人で言ったら集まるわ。何やねん。温かなる石からご誕生された芋神様は皆さんはご存知でしょうか。怖いやろこれ。芋は食べるんじゃない、食べたじゃない、食べさせていただくという感謝の気持ち。何やそれ。私たちは芋神様から与えられた芋を食べ、運命そして宿命を変えるのです。何言うと思う。後期展開、宇宙との話し合い、通じ合い、それはソウル、魂、すなわち幸せ。それを逆転するものは反逆、裏と表である。私たちは芋神様の、そう、IMO、芋のように生きていくのです。何やそれ芋って。何やねん。すいません、なんか出てきたおい。3年前に出会ったものです。え、あなたにもらった芋がこんな大きくなりました。どんなやつやねんこれ。この芋は今感情を持ち出しました。怖いなおい。よきに計らうがいい。私たちは両方誰やねんこれ。気持ち悪い二人、癖しかねえわ。この随所に世界観に癖しかねえ。全然あかんわ。全然こう石焼きもできてんやんけお前は。うーん、まあ結局漫才しかできないですからね。もうええわ。どうもフォーエバー。いやフォーエバーなんて言ってない。あのこの前ね、じゃあもうええわって言ってん。フォーエバーって聞こえた。何やフォーエバーって。永遠に続くんか漫才が、うん、聞こえたから。じゃあもうええわや。だから何やねん、ね、フォーエバー言うてるやん。だから最初から俺はこの話のことは。あどういうことよ。だから、うん、焼き芋だけに、うんうん、雪解け実る富士の山、下中に昇る濃い熟し、それは書きして後世天に表す、それはすなわち雪ぞ溝なりてめくじなめくじは。こっちのセリフや。もうええわ。どうもありがとう。いやお疲れでした。でした。あーうまい。
漫才の後のストロングゼロ最高最高、この刺激がね、いいね。まあまあ漫才もなんとかまとまったんじゃないでしょうか。いや、よかったんじゃないですか。よかった。はい、あれはもう今やったらもう出てるでしょ、結構な点数が。出てない、変なアドリブ入れてたやん。とにかく我々2人の、漫才応援してください。応援してください。お願いします。